どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回は、新ストラクチャーヒーローのねストラクチャーが来ましてね、皆さん向いたでしょうか。ストラクチャーはこちらね、このヒーローブラストっていうカード、これはあのストラクチャー、新しいストラクチャーのヒーロージェネレーションっていうやつね、入手できるこのカード、トラップカードなんですけども、これ懐かしい人も多いんじゃないでしょうか。これ多分ねすげえ昔のカードなんですよね今更なんかリンクスに来たんですけども、これ結構面白い効果を持っていて、効果、自分の墓地のエレメンタルヒーロー通常モンスター1体を対象としてそのモンスターを手札に加えると。通常モンスターなんで、まあ、これエアーマンとかは加えることはできないんですけども、まあネオスとか、あとアナザーネオスとかね、ああいうあのデュアルモンスターなんですよ、あいつ、こういうこいつとかこういうの加えられるんですよ。で加えたその後、手札に加えたモンスターの攻撃力以下の攻撃力を持つ相手のフィールドのモンスター1体を選んで破壊する、対象を取らずに破壊できると。これがね結構強いんですよね。まあ要は手札を回収し、手札に回収しながら1枚増えながら手札が、1枚破壊できるっていう、なんか書いてることはクソ強えっていうカードなんですよ。でそれをですね今日は、使っていきたい。で、まあ、ちょっとアナザーネオスとデュアルスパークとかをなんかいろいろちょっとやってたんですけども、なんかちょっとこいつやっぱねちょっと違うなってなって、昔はね結構そのアナザーネオスにデュアルスパーク打ちながらヒーローブラストするっていう、結構なんかそのアナネオビートみたいなのがあったと思うんですけども、ちょやってみたんだけど、さすがにちょ環境外すぎるなっていう懐かしいけどちょっと弱いなってなって、でまあいろいろやった結果、結局やっぱエアーマンがやっぱ一番強いので、エアーマンのその、まあ、魔法トラップを選んで破壊するっていう効果と、あとこの1枚あのヒーローを持ってくるっていう効果ね、これをうまいこと使って、この手札をこう捨てるトラップカード、まあ、サンダーブレイクとかインガ切断とかこの辺のカードをうまいこと使いながら、この、ネオスとかこういうモンスターとかを捨てながら戦っていくっていう、そんななんかヒーローメタビみたいな感じなんかな、ヒーロービートみたいな感じなんかな、どっちかっていうと、まあ、そんなようなデッキにしました。で、マスクチェンジ、もちろんエアーマンからブラストもできるんですけども、神風が早く欲しいね、あと光属性がやっぱこれ追加されたんで、まあ、効果がやっぱ強いと、まあ、ブレイブネオスから効果に変身するっていうパターンが結構強いので、これをまあガン積みしていると、マスクチェンジガン積みと、まあ、これはまあエアーマンか、ブレイブネオスに打つっていう感じですね。まあナザーネオス入ってたこともあったんだけど、なんかいらないかなと思って抜きました。まあ、結局はエアーマンの方が強い。でスキルね、スキルちょっと迷ってんだけども、まあ宇宙が結局ネオスの打点上げてくれるんで、なんだかんだこのスキル強いんだよね。だからまあこれにしてるけど、別になんかこれじゃなくても別にいいような感はあるね。まあ、トラップカードは結構強いんで。で、そんなところかな。まあ適当にプリングしてたんですけども、まあ、デュエルキングは余裕で慣れたんで、結構強いと思います。そこそこ。まあエアーマンと、インガ切断が強いって話はあるけどね。ぶっちゃけこのエアーマンが強いって話があるので、新カードが活躍していたかと言われるとんっていう時ある、あるんだけども、まあ気を取り直してね、ヒーロープラスの強さ見せていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ相手の方、20代対決来たぜ。なんか今日結構多いね、20代ミラー。まあやっぱヒーローといえばみたいなとこあるんで、ヒーローストラックが出た日にはランク戦大体10代と20代で溢れる説。さあどんなデッキなんでしょうか。まあ、私はそこそこ手札はいいですよ、非常になかなかいい感じ。ネオスフュージョン打って、ネオスフュージョンなんかね、このねヒーローブラストっていうカード、これねちょっとね痒いところに手が届かないんだよね。こういう感じでその破壊耐性があるモンスターとか、あと打点が高いモンスターをそんなに処理できるカードじゃないので、これは、コストになってもらいましょうコストになってもらいましょうか。ヒーローブラスト捨てて、本当はねこれでヒーローブラストで回収しながら、あの切断のコストにするっていうのは一番強いんだけど、ちょっと今それできなそうなんで、こうして、でネオスと黒い豚を送って現れよ、ブレイブネオス。打点同じだから、切
とセットかな、これで終了でいいんじゃないでしょうか。切断が、やっぱ結局切断とかサンダーブレイクってコストがいるんですよ。それをそのブレイブじゃない、ヒーローブラストでネオスを回収しながら、小泉さんがどっち、そっちは打つか、そっち切断していこう。その回収しながら打てるので、それはそれ強いんですけどね。それができると強い。でそこで相手の掛け音差とかを破壊できるとすごく強いですね。ブラックマジシャンとかの打点であれば破壊できます。あのネオスを回収して、結構ね今ね2000やっぱ501以上のモンスターがすごい多いから、こういう上級モンスターっていうのは、だからあんまり、ね、破壊できないで終わっちゃうことが結構多いんで、そういう時は腐りますねヒーローブラストは。ただし、あ、こういうアナザーネオスとかこういうモンスターだと破壊した上でネオス回収して、またサンブレとかインガ切断のコストできるんで、めちゃくちゃ強いですね。これは、止めなくても別にいいけどな、止める必要はそんなないから、これは殴らして、次のなんか出てきたら止めようか。あ、なんもない、オッケー。光ってんだよねずっと、一生光ってるんだけど、あーゴリ押すか、ゴリ押そう光でゴリ押そう、いけ、ラストブレイブ、豚投げろ、よーし、いいだろ。銃感得意ですからネオスさんは、ネオスさん銃感得意なんで。で、マスクチェンジャーズ、マスクチェンジの効果、エレメンタルヒーローブレイブネオスを墓地に送って、そしてエレメンタル、マスクのヒーロー効果、さあ行け効果、ホラーの気配だ、ヒーローブラスト、いいだろ、ホラーの気配だ、来るぞ効果、ホラーの気配だ、行け、ガロー剣を押し込めガロー剣を押し込め、行け風のごとく魔界の剣士よ、魔界チャンス突入。結局さ、なんか何が強いってさ、なんかエアーマンが強いんだよね結局、結果結果エアーマンが強いっていう、ただそれだけなんだよなこのデッキ。なんかね、なんだかんだそのいろいろこねくり回して、なんかヒーローブラストとかなんかインガ切断とか、 なんかサンダーブレイとかいろいろ使ってますけども、結局誰が強い、何が強いこのデッキって、エアーマンが強い以上。これなんだろうな、アスカか、なんで儀式のあれか、知らないベンデットとかですかね。ニーチューナー、オッケー、レベル上昇覚えないから、コピーも覚えないから、天井員アスカさんは、天井員、騎乗員アスカキララ選手はあまり覚えないんで、そういうレベル系のスキルはあるとすれば儀式の使い手とかそっち系のカードなんだが、なんもない、なんもないんか。モンスターダブついてんのかな。ネオスフュージョンバチコル打っていく、ネオスフュージョンバチコル打っていく、ヒーローとね、これね、もう竜馬道でいらんね、こうだね。やっぱさ、この召喚しただけでアド取れるカードって基本なんでも強いよな大体。エアーマンでエアーマン持ってくるってやっぱこれ最強じゃない、この動き、この動き最強なんだよな。でバトル、はい、ボールない、ボールはない、でブレイブリオス効果、はい、手札めっちゃ増える、手札めっちゃ増えた、殴っちゃお、別にいいや、なんか使い手だったら使い手だったら別になんか切断でなんとかするわ、切断中するわ俺今、切断2枚伏せてっからよ切断中だから俺基本切断中なんで、使い手 OK、 読んでた、そこは読んでいた。で多分まあリベンデッドボーン OK、 リベンデッドボーン OK で、儀式ができるのかどうかっていう話はある。セット、お、消極的ですよ。大丈夫ですか？殺しますよ。あの、レブラントだけきついね。レブラントがきつい。リベンデッドボーン。まあ、きつくないんだけど、切なるから。リベンデッドボーン、オッケー。さあ、セットモンスターは何でしょうか？レブラントだったら、レブラントっていうのは、なんかあれ、徘徊してるおじさんね。徘徊してるおじさんは、儀式の素材になると儀式モンスターが相手の特殊召喚したモンスターを除外するよっていう効果を付与すると。でもう一個のあいつなんだっけ、犬、犬は
魔法トラップを除外するよっていう効果を付与するみたいな。だからまあ一応ベンデットはそのなんかその徘徊おじさんと犬を両方ともフィールドに並べて2体ともリリースして出すと、毎ターン魔法トラップを1枚除外しながら、特殊化したモンスターを除外するっていう、めちゃめちゃやべえモンスターが出てくるんですよ。でそれを出させてはいけないっていうデッキなんですよね。あ、ヘル、あ、そう、これヘルハウンドってやつ、これ犬で、バスタードオッケー、バスタードオッケー、バスタードオッケー、モノノーベオッケー、モノノーベオッケー。バスタードさんはだから今付与されてるのが魔法トラップを除外するよっていう効果だと思うので、これを黙らしていこう。はい、お疲れ様です。切断しまーす。因果消滅。墓地シンクロがまだあるんでね、墓地シンクロがまだあるんですけども、さあ1枚捨ててください。さあもう1枚の切断、これ相当怖えだろ、これも罪だろ。まあ墓地シンクロできるのは強いですよね、これね。ヨートシュラヌイの、ヨートシュラヌイと刀神シュラヌイを除外すると8シンクロが出るんで、一応これで一応1枚破壊するっていうことはできるのか。はい、オッケーオッケー、了解。で、刀神シュラヌイでネオスの盾下げる、ネオスかエアマンか知らないけど下げる、盾下げるで、戦神は除外したモンスターの打点分上がるよっていう効果が、あるんですけども、宮塚さんが除外されると相手の表側のカードを1枚破壊できるよっていう効果。ああ、そっちか。まあまあそうだね、そっち破壊していく。で、手札は1枚。さすがにそこでモノロベとかやめて、そこで俺モノロベ召喚はさすがに意味わかんないから。あ、 OK、 これは助けるとんで、ちょっと次のデッキトップドロー見てからでも遅くね。ドロー、なるほど。エアーマン召喚、エアーマン効果、エアーマンが強いわ、ほんまに。みんな向こう、エアーマンは、エアーマンは向こう、エアーマン今セレクション来てるはずだから、エアーマン手に入れよエアーマン手に入れよ、みんな、エアーマンが強いから、これでっけ。はい、おい、おい、打点足んねえんだ、俺打点足んないんだ、アスカさん。うわ、やっちまった、打点足んないわ、打点足んねえ、これでっけ。やべ、負けたわ。因果切断発動、さいならクリボールケアもバッチリだぜ。対戦ありがとうございました。因果消滅。さあ、お相手の方、ユマくんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。なかなかいい感じのテイクだらぜ。いや、さっきからね、ヒーローブラストがね、なんかね、コストにしか合ってない気がするコストに叱った気がする。ワイルドマン、新居ヒーロー、新居ヒーローなんだっけ、1個レベルが上がって500アップする打点が、あ、なるほど、やばい、あ、強、あ、そういうことか、なるほど、強、え、ちょっと待って、強くね、やばいぞ。え、トラップカードの効果を一切受けないとかいうやばいモンスターなんだよな、あいつは確か。え、これやばくないか、これ俺どうやって勝つんだ。ネオス出しても足りない、打点足りないよ、ヒーローブラストでは破壊できないよ。え、これマジで無理じゃね、助けるとセットしかいけないんだよ俺。攻撃表示だったら意味わかんないから、攻撃表示だったら意味わかんない、助けるとセットしかいけない、これやり方な、え、ちょっと待って、シンクロヒーローってさ、何そんなカードでレベル上げてフェイバリットヒーローをつけるって天才か。エアーマンやばい、やばくはねえよ、別に全然やばくないわ、別にいいやつ今使えねえから、止めるわ、攻撃止めるわ、フェイバリットヒーロー効果いいよ。あ、ネクロパレー、あ、強っ、